皆さんこんにちは、ウイシンデザインホームセンターの森田です。では早速ちょっと商品を紹介したいと思います。今回はフライバックのですね、こちらになります。ニューヨークシリーズですね。まずこちらとですね、実はもう一つあります。こちらになりますね。では最初の、紹介させていただいた方から、ちょっと落ちました、紹介します。こちら LP バッグですね。フライバッグ LP バッグの、ニューヨークデザインになります。今までのですね、こういったタイプと、何が違うかというと、もう大きな違いはこちらも見ての通り、もうマチがあるかないかになります。で、実際にですね、こちらにこちら A4 サイズのファイルなんですけど、これを入れますとですね、ちょうどここの下あたりですね、下あたりに、こう見てこうこんな感じですね、にちょうど収まるので非常に持ちやすいです。であとですね、こちら底板がこうついてますので、こうね、こう置いた時にすごく安定感があります。でこのタイプはもうちょっとね、勘の鋭い方は分かったと思いますけれども、このように、クラッチバッグとしても使えることができます。で、では続きましてですね、今度こちらですね、こちらショッピングバッグの、M サイズと同じ、全く同じサイズとなります。でですね、これ間違えました。これトートバッグですね。こちらのショッピングバッグの、M サイズと同じになります。で何が違うかと言いますと、今回ちょっとグレードアップしてまして、こちらにですね、ファスナーがついてます。でこちらを開けると、このようなこのような感じで、まあ、内ポケットもついてますし、でこちらも同じように底板、半透明の底板がついてますので、先ほどと同じようにこう置くと安定しますね。で、ちょっと実際にこういうふうな感じで、フライバッグの紙っぽさより紙っぽい感じはね、ちょっとあまりないかもしれませんね。ちょっとデザインの方がね、可愛くて結構ポップなので、案外そばで このようにそばで見ても、おそらく紙っぽい感じっていうのはちょっと見受けられないかなとは思います。今回はね、ちょっと、2つね、急いで紹介いたしましたけれども、これからの季節ね、こういう風なデザインすごく可愛らしくて、ちょっとね、アメリカンコミックみたいな感じのね、スーパーマンとかね、ああいう風なコミックの感じのこういうデザインになってますんで、すごく楽しくて、これからの季節にはいいんじゃないかなと思います。またね、ブログ、ネットショップの方でもね、こちら、アップしておきますので、よければご覧になってください。はい、今回は以上となります。どうもありがとうございます。